丸、菅野、坂本、巨人の年俸、平均年俸5億トリオがですね、誰が一番先に戦力外を食らうかっていうニュースがあったんですけれども、隼人さんが今年35、菅野さんが34、丸さんも34と、もうベテランの域に達して、そろそろ選手生命の終わりも考えないといけない年頃になってきたと思うんですけど、まあこのね、あの日刊現代でね、このトリオ、超高級トリオで戦力外は一番先になるのは誰かっていうニュースがあるんですけど、まあこれ間違いなく結果論から言うと丸さんじゃないですかね。間違いなく、丸さんがこれから3年連続で活躍したとて、やっぱ将来監督する2人相手ですから、菅野さんと坂本さんは間違いなく監督するんで、丸さんが戦力外、まあ多分巨人は引退を進めると思うんですよね。引退を進めて、あの多分コーチにもなってくるみたいな、多分コーチ契約もしてると思うんですよ、あの FA 取得した時、丸さんには。なんで丸さんはそのまま巨人のコーチになると思います。もうあと何年か後か分かんないですけど、まあ菅野さんはあと4年、38までってことですか。37、38ぐらいまでダメでも、ジャイアンツにはいると思います。どんどん年俸下がってきて、もう坂本さんなんてもう戦力外、菅野さんも坂本さんも丸さんも戦力外はないです。引退で終わるです。引退、もう坂本さんなんて引退したら即安倍さんみたいに二軍監督だったり、二軍のヘッドコーチとかになるでしょうね、間違いなく。まあ菅野さんも間違いなく二軍のピッチングコーチ得てなるでしょうね。まあ丸さんの契約次第になると思うんですけど、まあそうっす、やっぱこの3人が活躍しないと今の巨人は厳しいですよね。高級年俸取りで、そうですよね。いいな、5億ももらってるんすね。まあ丸さんはね、今季打率2割4分11本29打点、7月18日に打撃不振により2軍落ちを経験したと。あっさる巨人 OB は丸は広島時代からほとんど故障で離脱したことのない体の強さが売りだったけど、最近は怪我するようになってきたと。去年は2割7分2厘27本塁打だったから、今年は成績も一気に落ちたという印象、年齢的にも疲労だったりね、衰えが出てきたんじゃないかと、あるんですけど、まあそうですね、やっぱ目が、ベテランになると目がね、体じゃないですよ、目がね、追いつかないんですよね。いや、動体視力っていうのが落ちるんで、やっぱ瞬時に判断するバッターはきつい。だからイチロー選手まで長くやる人はもう異例ですごくて、まあどっちかというと寿命が長いのは左ピッチャー、左腕の方がね、山本昌さんとか、ヤクルトの石川さんとかね、まあピッチャーはね、あの投げるだけなんで、体に覚えさせればいいだけなんで、体の衰えで球速とか落ちると思うんですけど、コントロールでまた勝負できると、野手はやっぱね、速い球も瞬時に打たないといけないんで、自分も最近ね、あの昔より動体視力が悪くなりました。草野球とかバッティングセンター行ったら分かるんですけど、そういった問題があるので、野球の練習するより動体視力の、ね、エクササイズとかそういうのをやった方がいいと思うんですよね。体の衰えは絶対あるとして、まあだからどうなるんやろうな。まあ菅野さんは徐々に年俸を落ちていく、坂本さんはどうなんやろうな。坂本さんもだって最初10何打席ヒットがないみたいな、今シーズン始まりから、でもなんだかんだ2割8分ぐらい打ちますよと言ったら、今本当に2割8分ぐらい打ってて、なんだかんだって天才なんだあの人は、まだまだやるでしょうね。菅野さんがちょっと危ないですね、あと1、2年、これでプラス故障も多分出てくると思うんで、成績悪いプラス故障になるとちょっとやばいですね。松坂大輔さんの最後みたいな感じになっちゃうかもしれない。他球団に行くことはまずないと思います。まあ戦力外って書き方が悪いですよねこれ。ちなみにこの人たちがその後まあコーチになったり監督になったりするかもって話じゃないですか。なるほど。そこら辺の年俸ってどうなんですか。ああ年俸か、まあコーチはだいたい1500から2000万って言われてるですね。一軍のヘッドコーチが5000万、監督がまあ1億から3億、もらうんですけど、安倍さんとか何億もらってたからのコーチになったんで、まあ収入は減るわけじゃないですか。だから最後らへん、なんやろ、税金やばいですよね。そうっすよね。あと生活、金銭感覚も変わってくるし、まあスポンサーとかいると思いますけどね、安倍さんとか坂本さんクラスになると。まあ原監督も大企業の社長と知り合いで一緒にご飯行って、取引先の人と話すだけで500万もらったりとか。すごい。すごいですよ。あるんだ。なんなら毎日飯行くっすよね、そんな。確かに。
だから金銭感覚戻すのがしんどいかもしれないですね、選手たちは。そうなった時にそれこそでも現役からそのままこういきなりコーチとか監督になっちゃった場合って、うん、まあ、いわゆる去年まで一緒に飯食ったりとか練習してた選手がいるわけじゃないですか、うんうん、遊び行きたくなっちゃったりしないんですかね。なると思いますねまあでもコーチはなかなか、コーチっていう立場があると、うん、選手の時はいけるけど、うん、言ってましたもん、選手からコーチになった人、うん、はい、遊び行けるわけないやろみたいなまあ今西武のコーチしてる、ピッチングコーチしてる豊田コーチとか、はい、現役 かぶってたんですけど、はい、まあ、そこからコーチになった瞬間にすごい性格が丸くなったりとか、へー、いろいろ変わると思います。で上今亀井さんとか、はい、そうですね、阿部さんとか村田さんとか相当コーチとして性格も変わっただろうし、遊び行ってないと思います。うーん、大人になるんですね、そこで。うん、まあさらにでも野球選手ってそれ以外仕事ないっすもん。まあコーチとか残るのが一番安泰っすよね、プロ野球選手の後に。うん、自分で会社立ててバーってやっていくより、うん、いろんな地方行けるし、ジャイアンツ、ユニオンがまた切れるわけだし、うんうん、杉谷とかはちょっとエンタメ寄りに行ってこう、そうっすね、バラエティ売りしに行きましたけど。そうっすね、確かに。まあ杉谷健士は石橋貴明というそうっすねバックがいるんであれはでもラッキーですよね。正直そのままコーチになれるような人とかでもなかったっていうか、うんうん、実力もあれだったじゃないですか。杉谷健士ぐらいの実力が栗山監督なんですよ、うん、へえ。栗山監督現役時代何も成績残してないんですよ、ほぼほぼ、はいはいはい、監督とかできるようなあれじゃないです。でも人気があって、うん、すごい人から信頼があって、はい、で監督になってる人で、はい、じゃあルート的にありえたかもしれないですね。元野球選手もうみんな今金ないですよ。へえ。金貸してくれ金貸してくれなんかいい仕事ないとか、みんな金ない。だから野球選手ってその時は華やかですけど、だから野球選手結婚したら離婚多いんですよ。野球選手ボーンと華やかな世界って、まあそれ相当の女性がつきました、うん、まあなんていうんですかね、意識高い系同士、うん、なんか価値がある人間っていうか、でそれで野球選手ボンって辞めて、うん、仕事はやばいみたいな、うん、で女女性が稼がないといけない、うん、子供を育てないといけない、うん、でここで価値観が変わってくる、うん、でバーンって離婚のケースがめっちゃ多いんですよ。まあ確かにそうだから、これ見てる世の中の女性は野球選手と結婚したいっていう人いるんですけど、どうせ元プロ野球選手で、うん、その第二の人生の仕事もしんどいからやめた方がいいよっていう野球選手の時に付き合うんだったら私巨人とか、うん、ベイスターズの何々選手付き合ってるんだよねって自慢はできるけど、うん、結婚はねやめてた方がいいと思うんですよ。確かにな、うん、人生そんな 2,3 年で終わる話じゃないですからね。そうっすよ、そうっすよ。じゃあ 25,6 で付き合って、うん、あ私プロ野球選手の彼女になった、プロポーズされて、うん、じゃあ20後半になって奥さんになって、うん、30手前で結婚できてやったみたいな。で夫はもう長くても33、4で引退します、うん、結婚して3、4年後引退してクビになります、うん、じゃあ例えば巨人のコーチになれたとしましょう、年俸1,500万。でもコーチってずっとコーチの人っていないんですよ、うんうんうん、3年とかでコロ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 買うんで、コーチかも、はいはい、そしたらそこからね、仕事があるっつったら野球教室とか、うん、まあワンチャン野球の解説とか、うんうんうん、とかじゃないと食っていけないんですよね、やっぱ。まあ、そうですよね。だからしんどいと思うんですよ、うん、だから離婚が超多い、うん、何が言いたいかっていうと、まあ、華やかな世界の時はいいっすよ長い目で考えるときに結婚はおすすめしないですね。で僕もその野球25で解雇になって、うん、気づいたことが、うん、社会のことを何も知らなかったんですよ、うん、25でだからそのアドバンテージはでかいな、うん、確かに、うん、だからもっと勉強してればよかったなと思います。うん、でよかったですね、その面考えたら。若くないかったらちょっとよりプライドとかも変わってくるじゃないですか。だから福田聡さんとかしんどいと思いますよ、うん、32、3 で野球賭博一生クビになって、妻子持ちで何しようか分からんけどはい、ということで結論、野球選手と結婚するなとは言わないですけど、いろいろ大変なことが待ってると思います。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。野球しようよ、バイバイ。
はい、本日もカサラチャンネルご視聴ありがとうございます。この度ですね、6月1日からメンバーシップを始めることにしました。なんで始めるかっていうと、まぁ、ちょっと自分の中で価値をつけたくて、メンバーシップに入ってくださった方限定でその人たちのね、質問を答えるのと、まぁ、あとオフ会をしてほしいっていう話がめちゃめちゃ多かったので、まぁ、オフ会に参加できる件みたいな感じでやっていきたいと思います。まあ詳しくは概要欄貼ってますので、ぜひ皆様メンバーシップ入ってみてください。それとですね、今笠原チャンネルはスポンサー様がいっぱい出てくれました。笠原チャンネル動画内でね、会社名だったりとかね、そういうのを載せてもいいよっていうスポンサーの方がいましたらですね、ぜひご連絡お待ちしております。連絡先は自分のインスタ、ツイッターの DM か概要欄にあるメールアドレスに送っていただければと思っております。まあ自分はね、動画内で背景後ろはね、グリーンバックで東京ドームを映してるんですけれども、そこにもうスポンサー様でブワーってしたいんで、もう今見てる方、値段も言っていただければその値段でやりますんで、ぜひスポンサーの方募集中でございます。笠原翔輝と共に動画を盛り上げてくれるスポンサーの方々お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。